いやなんかね、急にやっぱ寒いっすよね。で、今ね、こうクローゼットの中、整理してて、これから何着ようかなっていうふうに考えて、あ、じゃあどうせだったら1週間コーデまたやってみようかなとか思って。それで、これね、ユニクロエンジニアードガーメンツコラボのこのフリースなんですが、僕秋になったらね、着ようと思ってまあ買っているわけですよ。で、秋になったら、まあ、例えばデニムパンツとか履いて、ロンティーとか着て、これ着てどっか出かけようみたいな感じだったんですけども、なんかね、その期間今年ありました。あんまなかったような気がするんですよね、個人的に。なんかチャンスがなくてね、どういった感じで皆さん着てます？ということで、なんだかんだ言ってますけれども、これから、12月、後半に向けて1月に向けて、まあどんな感じの洋服着たいかなとか思って考えてみて、で1週間コーデをしようと思うんですが、基本的にアウターパンツ靴関係のこの組み合わせになると思います。まあ春とかだったら下にこうね、まあ例えばこうロンティー着て上からシャツ着て、まあこんな感じでいろいろ合わせますよみたいな感じになるとは思うんですけれども、まあ寒いんで、パンツアウタースニーカーいきます。いやーでもね、本当いろいろ洋服は欲しいですよ。欲しいけれども、でも12月過ぎて1月になったらもう春物ですからね。1年は最近早く感じてしまっている。これはね、ダメなんですよ。個人的にダメなんですよ。繰り返しをしているだけなんで。だから、12月新しい挑戦、1月に向けて新しい挑戦はね、いろいろ考えて、いろいろね、実行しよう、したいなとは思っております。いや、皆さんね、何着ます？お、びっくりした。ここで、こんな感じで、びっくりした。だいたいこんな感じでいいかな。一応、Apple Watch でね、まあ、確認してるけど、まあまあいっか。でね、まず一つ目ってわけではないんですけど、さっき着てた服装にちょっと足元をね、付け加えてみました。ニューバランス 990V5 ですね。パンツがジョンブルの普通の5ポケットのブルージーンズでございます。で、上にエンジニアードガーメンツコラボのフリースということで、まあ秋はね、この辺行きたかったんですけど、急に冬になっちゃったからということでですね、まあこの上から何か着てもいいのかなとは思ったりもするんですけども、あんまり個人的にね、こう、かさばるというか、こう、もごもごするのがあんま好きじゃないんで、まあ、これはまた、まあ、部屋でも着ようかな。まあでも、どっかね、プラッと出て、例えば完全に建物の中とか行くんであれば、まあ別にこれでもいいかなと思うんですけれども、まあこういった感じのね、服装やっぱりでも好きなんですよね。世代的にね、まあこの辺りって結構みんな通ってきてるとは思いますので、まあ、こういった雰囲気も一つありなんではないでしょうか。ではいきます。はい、ではですね、これが一つ目になりますでしょうか。僕最近ね、つくづく思うんですけど、よりこうなんていうか自分トレンドを突き通したいなと思ってですね、全然だから流行りも云々も関係ないと思うんですけど、やっぱなんかね、こんな感じがね好きなんですよね。で、足元この前購入しましたナイキの、ワイルドウッド ACG かな、これね、結構お気に入りです。で、デニムが、ブルーブルーのこうダメージ系のデニムでございますね。これかっこいいですよね、パンツね。で、上がノースフェイスのノベルティスクープジャケットですね。で、キャップとか被ったりして、まあ、こんな感じの、本当なんていうか、考えなくても、パッパッパッって着られるような服装。まあ、このあたりがね、やっぱ好きだなと思って、で、やっぱブルーデニム。なんかブルーデニム、暑いなと思いますね。でも僕らの年代の方だったらね、あれだと思うんですけど、一回この辺通ってきてると思うので、それこそ10代とかね、20代とか通ってきてると思うんで、なんか自然に入られるから、あんまりね、こう、力を入れず、こう、リラックスした感じがいいのかなっていう風にね、なんか去年とはまた違うような気分にはなっておりますね。この感じめっちゃ好みです。で、続いてはそうですね、またなんか別のアウターをね着ようとは思います。で、ちなみにインナーはロンティーだったんですけど、外に着ていくと、まあ、トレーナーぐらいやっぱいるかな。ロンティーじゃ寒いですね。でも中にちょっと厚手のヒートテックとか着たら全然、このカラーリングも好きは好きなんですよね。はい、続きましてですね、ちょっとね、またテイストを変えてみました。足元ニューバランス990ですね。で、パンツがリーバースエンジニアドジーンズの570バギーのブラックですね。で、インナーに、まあ、黒ですね。僕、ここね、インナー若干こだわりです。ダウン結構暖かいじゃないですか。だから少しでも中ね、薄手にした方がいい。まあ、個人的に好きだなと思って、これです。
これ良くないですか？あのレイヤードです。ロンティーと T シャツのレイヤードですね。で上からダウンを着ちゃうと、こんな感じもね、あのちょっとこう遊びスタイルみたいな雰囲気でね使えるんではないかなと思っております。こっち系やっぱ好きなんですよね。やっぱ何でもね、こうやっぱ好きなものってこうね、いろいろこう経験していったら積み重なるじゃないですか。その中でまあ今日はこの気分って引き出しが増えるのがね、僕面白いなと思って、まあこのあたりがね、一つの今日の気分でのちょっと着てみたい服装っていう形で合わせてみました。ね、ほんとね、いろいろ着たいよね。めっちゃ寒い時もこれ閉めたらもう真冬 OK ですからね。ヌプシね、最強。はい、続いてはですね、もうとことんブラックコーデでございます。足元からですね、ティマイというブランドの編み上げのですねブーツを履いてみました。でパンツに関してはなかなかこれを上回るものが出てこないですね。ブラックのパンツ、ジョンブルのトロウルパンツですね。ちょっとお尻大きめの感じのパンツでございます。でここまで来たらとことんブラックということで、インナーは僕白も持ってますね。ユニクロ U のタートルのロンティーでございます。これはねコスパやっぱりいいと思いますね。ツヤ感もねもういいし、なんかね手触りがいい、肌触り、着心地も最高ですね。で上からお気に入りのこのユニクロ U のですね、フリースですね。リバーシブルのタイプのフリースでございます。これはねいろんな服装に本当万能に使えるし、まあ、価格もそんな高くないので、なんかあまり気にせずガシガシ着られるということでですね、着てますが、とてもお気に入りでございます。もうここまで来たらとことんブラックコーデ、このあたりもさっきのねブラックコーデともねちょっと違うような雰囲気、テイストを楽しめるような感じがします。あとこれね、まだ気にしないでください。動画まだ撮ってませんので。こんなね感じもちょっとありなような気がして、今ちょっと着てみたんですけれども、これ僕好きだな。一応これ足元がですね、何だったっけ、ドクターマーチンのまあタッセルローファーですね。でパンツがオアスローの、ファティーグパンツ、ちょっとロールアップをしてですね、靴下やっぱ白がいいですね。でもね、でインナーがさっきのユニクロ U のですねタートルですね。で上からこれもユニクロのチェスターコートですね。ちょっとカシミヤが入ったチェスターコートをこう緩くざっくりね、着ているんですけれども、まあこういうような雰囲気、ちなみにこれ L ですね、少し大きめですね。まあ、こういうような緩いけどもこのねファティーグパンツって意外となんかコンブレとかでも合わせやすいらしいんで、なんかいろいろ使えそうな気がしますよね。この感じちょっと見つけた感があるからやってよかったな。この1週間コーデ結構いいかもしれない、個人的にはですね。これなんかいいっすね、すごく好きだな。コートとかやっぱ緩く着た方がいいんでしょうね。ちょっとこう肩にこういうような感じで肩にかけるぐらいの感じで緩めにね着たら、うん、あ意外とこれなんか今年着ないかなとか思ってたんですけど、これ着るかもしれないですね。もしかしたら発見ですね。発見。ちょうど今ねこの前言ってたあのうちの奥さんのコンバースオールスター到着いたしましたね。ちょっと開けてみようかね。白で、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと近づこうか。これです。今回うちの奥さんに買ったものがですね、これが履きたいということで、白で、このラインが黒の分ですね。一応ジャパンモデルではないんですけど、まあこれがいいということで購入いたしました。可愛いですね、このハイカットの白も。ということで、続いての服装はとなると、僕もコンバースのオールスターを履きまして、本当自然なリラックス感のあるね、服装、いいっすね。足元コンバースオールスターですね。ローカットでございます、僕は。で、パンツに、まあデニムね、なんでもよかったんですけど、このエンジニアとジーンズやっぱり履きやすいですし、結構皆さん持ってらっしゃるので、まあ少し参考になるかなと思ってですね。で、インナーがユニクロエンジニアドガーメンツコラボの、プルオーバーのタイプですね。ネイビーでございます。これ、暖かいは一応半袖 T シャツの上から着てるんですけど、で、これ上からね、このノースフェイスの、ノベリティスクープジャケットを着たら、これ全然暖かい。全然寒さ知らずのような気がする。前とか閉めたらね、うん、いいね。こういったね、ほんと自然な感じ。もう、どこ行って、
ってももう楽ちんだよみたいな感じの服装、やっぱいいっすね。まあ、さっきのブラックコーデもいいけれども、ちょっとね、こう肩の力を入れる感じがあったんで、まあ力抜いてね、まあ緩くいきましょうよというようなコンセプトでも何でもないんですけども、ニューバランスの990だとか、まあその辺履いてもいいかなと思いますし、まあこれだったら、一番最初に履いた、ワイルドウッド、あの辺のね、組み合わせもよろしいんじゃないかなと思います。でスニーカー変えるだけでこの表情いろいろね出てくると思うので、まあやっぱスニーカーは数あった方がいいかなってつくづくね思う今日この頃なんですけど、僕はまだまだ数少ないっすよね。皆さんの方が結構持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんで、その辺もね参考にねさせていただいておりますが、この感じ緩めの感じ好きです。全然1週間コーデじゃないけれども、だいぶね個人的にね、あ最後っていうか別にってわけじゃないですけど、最後じゃあユニクロのあのダウン着てみましょうか。で足元ねクラークスね履いてみようかなと思います。このハイブリッドダウンは軽くてね、こう暖かいっていうのが、ただちょっとフリース着たらね、まあいいか。インナーがグレーのスウェットがやっぱり欲しいですね。結構無印良品のスウェット気に入ってるから、なんかあれのグレーでも満足してしまいそうな自分もいるんですけれども、もしね、まあね、いいものに出会えなかったら無印なのね。スウェットをね、買うかもしれませんね。まあ洋服はね結局好きなものを買えばいいなとつくづく思う今日この頃ということで、これはもう真冬 OK でしょう。この感じは絶対暖かいでしょう。寒さ知らずだと思います。首元もねハイブリッドダウンね結構しっかりねあるんで、まあ締めた時に若干ね、首元僕の場合ここちょっと開くんですけれども、まあ中にフリース着てるということで防寒対策バッチリなんじゃないかなと思いますが、ちょっとモゴモゴするかなこの辺は。まあインナーは本当スウェットが欲しいです。スウェット欲しいです。で最後ですね、橋本クラークスのデザートトレック、もうこれはね、ブルーデニムにはですね間違いなく相性いいんじゃないかなと思います。これでもいいし、このブルーブルーの感じでもいいですし、まあねこんな感じでですね、ただちょっとインナー暑いなこれは。いやなかなかね、まだまだいっぱい着たいのもあるんですけれども、多分キリがないと思いますんで、このあたりでね終わりにしたいと思うんですけど、1週間コーデできてないような気がするんですが、まあいろいろね、購入してきて着てるもの着てないものっていうものね当然出てくると思いますので、うん、まあそのあたりも含めて、まあこのねチェスターコートなんて今年着ないかもしれないって言ったけど、さっきのコーディネート個人的に気に入ってるし、まあそれが、ね、実際着るか着ないか別として、まあいろいろね、この時間楽しめたからいいかなと思います。まあこんな感じでですね、また12月1月とまあ冬これからまあ寒い時期になりますけどね、いろいろ着ていきたいと思いますという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。では待ってみてください。続いてはこれ行きたいと思います。